演舞開演。どうも、本日はパスコの梅地から塩バターパンレーズンを食べたいと思います。小麦にこだわってるということなんでしょうか。そうだな、なら期待できそうですね。ではいただきます。確かにちょっぴりピリッときますね。これ一口目を噛んだ瞬間に小麦の香ばしさが口の中に広がり、後からレーズンの甘酸っぱさがそれをうまくまとめてくれますね。さすが小麦にこだわっているだけのことはあります。まだ香ばしさがちょっと残ってます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。